花火大会の風景で夏の壁面を飾りましょう。新聞紙など大きな紙を使って花火の枠を作ります。正方形に切って三角に折っていき、周りの余分なところを切ります。両側から丸や長方形などの形を切り取り、穴を開けます。広げると穴がそれぞれ8個ずつ丸く並んだ模様になります。シール色紙で火花を作ります。いらない紙に両面テープを貼り、端をホッチキスで留めてシールを貼っておく台紙を用意します。火花はシール色紙を四角や三角に切って作ると簡単で色紙を無駄なく使えます。枠の穴の数に合わせて火花も8つずつ作ります。できた火花の端を両面テープにきれいに並べて貼り付けます。こうすると貼るときにどれを貼ればいいかすぐわかり、両面テープにくっついているところから剥がすとスムーズに剥がれます。雫のような形にするには長四角を斜めに切り、太い方を丸く切ると簡単でゴミも少なくて済みます。細い方を両面テープに貼っていますが、丸い方を貼った方が剥がしやすいです。いろいろな色や形、大きさの違うものを作っておきましょう。市販のシールを利用するともっと簡単にできます。黒い色紙で後ろ姿の観客を作りましょう。色上質紙を使っていますが、普通の色紙でも構いません。細長く切って重ね、10人分くらいのシルエットを描きます。ずれないようにホッチキスで留めて線に沿って切ります。大人や子供、遠くの人、近くの人を混ぜて描きましょう。開くと大勢の観客ができました。暗い色の台紙にパーツを貼ったりクレヨンで描いたりして花火大会の様子を作ります。花火の位置を決めて枠を仮止めしたら、水面になるところに折り目を入れます。白を中心にいろいろな色を使い、水面に近い花火は細い線で、水面に映る光は寝かせたクレヨンを横に動かして描きます。花火が上がっていく線も描いておきましょう。火花のシールを枠の穴のところに貼っていきます。中心を意識して向きに気をつけながら貼ります。同じシールを貼る穴は8つずつあります。間違えそうな時は先に数字など印を書いてから貼るといいでしょう。枠を外すと大きな花火ができています。外側にシールを貼るともっと大きな花火もできます。他の枠にも同じようにシールを貼って花火を作りましょう。これは一つ目の花火の枠を使っていますが、シールの色や形を変えて違う花火にしました。小さめにするため外側の穴は使っていません。シールの上やシールとシールの間にクレヨンで模様を付け足すとさらに華やかになります。外側に広がっていくように描くこともできます。空いているところにはしだれ柳のような花火や小さな打ち上げ花火を描きましょう。
一番手前に黒い紙で作った観客を貼って、花火大会の風景が出来上がりました。丸や星形などの市販のシールを使うときも、同じようにして型紙の穴に貼っていくとできます。画用紙や色紙を使うときは、糊で貼るといいです。手に入りやすい材料を使って、花火大会の雰囲気をお楽しみください。